マジシャンを騙すマジシャン。チンポがタタタタタタン。チンポです。はい、今日は超愛用してきたトリックです。お楽しみください。実演、カード使います。3分の1ほど取り上げてください。グッドです。半分ぐらい取り上げてください。グッドです。じゃあこれ真ん中の束あなたにお渡しします。1番目のカード見て覚えてください。OK ですか？じゃあ中ほど戻しちゃいましょう。そのまま持っててください。じゃあ今度はあなたね、こちらお渡しします。1番目の束ね、よく混ぜましょう。混ぜ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 。そしたら1番目のカード、今度はあなただけ見て覚えてください。OK ですか？じゃあ置いちゃいましょうか。これは一番下にあったんですね。これもお渡しします。よく混ぜてください。混ぜ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 。じゃあ重ねちゃいましょうか。じゃあ念のためこれも混ぜちゃいましょうか。混ぜ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 。じゃあ重ねちゃいましょう。今、二人にカードを選んでもらいました。この中のどっかに埋もれている状態。強くイメージしてください。あー、伝わってきた、伝わってきた。あー、黒っぽいな。多分あなた一人目のは黒じゃないかな。あなたも強くイメージしてください。あー、多分これだと思います。自信はないけど、あなた選んだカードは何でした？スペードの3、あなたはクラブの8。うぅ、よかったよかった。はい、では解説していきます。その辺のプロマジシャンは簡単に騙せると思います。セットが13枚必要になります。マークは何でも構いませんが、同じマークの1から13を用意しておきます。トップ側がエース、ボトム側がキングとなるように順番に並べてください。これをデックの12枚目にコントロールするわけですが、コントロール方法は何でも構いません。あらかじめセットしておいてもいいですし、喋りながら11枚ランですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11枚ランして付け加えます。エースのカードが上から12枚目にある状態でスタートです。実演のように下側だけをファンで広げて見せてあげてもいいです。テーブル上にデックを置いて3分の1ほど取ってくださいと言います。この際3分の1より明らかに違った場合はやり直してもらってください。3分の1取ったらこちらに置いてもらいます。さらに半分取ってくださいと言って半分取り上げてもらいます。こちら真ん中に置きます。そして1人目のお客様にこの真ん中のパケットを渡します。渡して1番目のカードを見てもらいます。そうすると今回はスペードのカードのどれかになります。そしたら真ん中あたりにしまってもらいます。そのまま一人目のお客様に持ってもらいます。そして二人目のお客様に上側にあったパケットを渡します。最初によく混ぜてもらいます。ここ最初に混ぜさせるのが重要です。そして一番上のカードを見て覚えてもらいます。スペードになる確率も高いですが、どのカードが選ばれるかはわかりません。そしたら一番上にそのまま戻して置いてくださいと言いながら、今度はこちらを混ぜてくださいと言って、二人目のお客様に下側にあったパケットを渡します。そして混ぜてもらいます。そしたらこちらに重ねてもらいます。そして最後に念のため一人目のお客様にさらに混ぜてくださいと言って混ぜてもらいます。そして重ねてもらいます。余裕がある方はこの後フォールスカット等を入れてもいいと思います。一見当てるのは不可能に思いますが、広げるとどのような状態になっているかというと、真ん中あたりにはスペードのカードが存在しません。上側と下側に固まっている状態です。そしてまず一人目のお客様のカードの探し方は上側を見ます。上側を見てスペードのカードセットしたカードの中で一番小さいカードを見つけ出します。それが一人目のお客様のカードです。今回は9が一番小さいので9となります。そして二人目のカードの見つけ方ですが、この一人目のカードプラス10をします。なので今回は19です。こちらから19枚数えると自動的にお客様のカードにたどり着くというものです。2、4、6、8、2、4、6、8、9ですね。スペードの4、お客様のカードということになります。細かく原理を説明すると40年近くかかってしまいますので、とりあえずやってみてください。探し方はまずデックの上の方をチェックして、セットした13枚のうちの一番小さい数字を取り出します。そしてその数字に10を足してこっちから数えていくだけでございます。これはお好きなだけアレンジができます。最初にセットした13枚の上に何枚あるかによって計算が変わってきます。例えば今回はエースより上に11枚あったので足す10です。上にもし5枚のカードがあったら足す4です。上に乗っているカードマイナス1が最後に足す数字となります。なので例えば上に6枚のカードがあったら最後足す5で2枚目のカードのお客様の場所がわかるというものです。かなり不思議なマジックです。1回の説明だとちょっとわからなかったと思いますので、何度も見直して超名作トリックですので、ぜひやってみてください。はい、今日のマジックいかがだったでしょうか。なんでそうなるかは実際にやってみて楽しみながら解読してみてください。私は多くのプロマジシャンにこのマジックを演じました。皆様もマジシャンがマジック見してと言ってきたらこれをやってみてください。ほとんどの方がわからないと思います。知識のないマジシャンはプアーな演出しかできません。というわけでまた明日お会いしましょう。バイバイ。